学園祭が魅力的な大学ランキング。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は学園祭が魅力的な大学ランキングについて解説しようと思います。今回の動画はネトラボ調査隊がボイスノートとの協力のもと行ったアンケートをもとに解説しています。参考にした記事を概要欄に載せておきますので、ぜひそちらもご覧ください。アンケート対象としては西日本の女性となっています。早速ランキングを見てみましょう。こんな感じになっています。第1位は京都大学です。得票率は 18.4% と、そして第2位が早稲田大学 17.2% ですね。この1位と2位が結構飛び抜けてます。京都大学の学園祭でいうと11月に行われるんですけれども、模擬店やステージ、フリーマーケットなど様々な催し物が行われます。これ割と有名な学園祭ですよね。早稲田大学の学園祭も東京だと結構有名です。第3位は東京大学。東京大学の学園祭は僕行ったことあるんですけれども、非常に面白かったです。やっぱり日本最高学府なだけあって、知的な催し物も結構多いなっていう印象でした。第4位は慶応義塾大学。第5位近畿大学。近畿大学に関しては規模が大きいのでとても盛り上がりますね。第6位関西学院大学。第7位青山学院大学。第8位関西大学、日本大学。そして第10位が東京農業大学と東京芸術大学となっています。全体的にレベルの高い大学ばかりですね。知名度の高い大学じゃないとこういうのランキング上位に入れないので、どうしてもレベルの高い大学になりますよね。はい、この動画では学園祭が魅力的な大学ランキングについて解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。